はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではケリヒメスイーツやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日は久しぶりにですね、テクニカルの方を進めていこうと思います。はい、前回ですね、バナナクレープのテクニカルすべてクリアしました。ってことで今日からコンペイト行ってみようと思います。まだコンペイトぐらいだったらそんなに属性気にしなくていいかな。次のね、ババロアからはちょっと気にしないとやばそうですね。反射とかもあるし。まあここはちょっと行ってみましょう。普通に強化してなかった、きつそうなら考えます。いつもそんな感じなんでね最初から考えるじゃなくてつまずいたらやっと考えるみたいな感じなので、はい、それでは行ってみましょう。とりあえずこの辺で流していこう、タクトさんで。レアだったか、しかもちょっと相性が悪いね。わあ、チョキいっぱい、チョキいっぱいのところは相性悪いな。まあタクトさん以外を使えって話ですけど。チョキばっかりじゃねえかよ。嫌がらせだなこりゃ。まだまあランク6だからね、これ一撃でいけてるけど、他のとこだったらきつそう。ランクが上がっていくと、お、乱入。ははは、歌ってはる。ギロギロ。さあ、ギロギロさん、一撃でやらせてもらおうかね。あ、外しちゃった。ああ、一撃じゃいけない。ああ。何、グーだった、グーだった。しかも弱点に当たってないな。グーってことはとりあえずじゃあタクトさんで、青点に決めちまえ。金箱なしかよ。悲しいね、金箱なしは。まあ、いけるとこまでサクサクいきましょう。サクサクいけたらいいけどね。まだ先は長そうだ。おう、アイスがもうない。あれ、キャンセルしちゃったか。まあいっか、アイスプラス4、あ、プラス5。
さあ行こう。誰で行きましょうかね。金箱、とりあえず金箱の人で行きましょうか。まあ、耐えたら耐えたで考えよう。まだ大丈夫だ。10まで行けたら楽なんだけどな。そうもいかないよね。テクニカルステージはランク10だけだっけな、プレチケは。でもまだプレチケもらえる可能性があるっていうのは嬉しいね。最近全然もらえないからな。よし、アイス満タンになったよ。もう一個なんか手に入れてたような気がする、ミクさんのステージで。どこだ？もらってなかったかな？気のせいか、あれアクセサリーじゃなかったのかな？あ、あった。ああ、譜面。譜面だね。よし、これも鍛えていこう。で、これがなったから。これにしとこう。よし、次行こう。マダオさんがいる。マダオさん行こう。マダオさんね、銀玉見たくなってきたの。耐えてきた。っていうかレアがいるのかよ。としてふつうの敵か。もう耐えるのが出てきたか。たまたまか。決めちゃおう。
ゴールドチケット欲しいけどな。課金しなきゃあれ無理だよな、ゴールドチケット今は課金する余裕はね。これ譜面はなんかにいろいろ使ったな。作成アイテム作成に使わない方がいいな。これにしとこう。おすすめの人まだ使ったことないけどな。能力的にはすごい高いですよね。あれ。最近ちょっと携帯の調子も悪い。この前居眠りして落としたからかな。ちょっとしたことで、ね、温度が上がるようになっちゃってるんですよね、携帯の。修理出してしばらくできないのも痛いしな。機種変更するにしてもまだ分割の支払い残ってるしな。困った。しかし機種変更した時にね、する時にこのアンドロイドミラーが使えるかどうかっていう話なんですよね。新しい携帯で、スマホで使えなかったらもう取れなくなっちゃう。まあこの携帯、そうか、捨てずに置いとけばいいのか、 Wi-Fi で使えばいいのか、専用機として、実況専用機、それもありだな。まああと1年くらい先ですけどねまだまだ分割、さすがに分割金残ってる間に変えたくはないな。あいつグーだっけ。チョキばっかりだうちもう気にせずやっちゃおうか。頭狙えば大丈夫だよね。おお、さすがラット君、いっぱい削ってくれた。トシさんいねえっつーね。いい加減もう出してくれよ、トシさん。欲しいぞ、トシさん。順調にやりも鍛えていけてるなと。
さあ行きましょうか。ランク10まで一応はほぼ一撃でいけるな。よかったよかった、これでサクサク進めるわ。ババロアで苦戦するからもうここでは苦戦したくない。乱入多いな。ギロギロボックスもくれよ。確か持ってないはず。まともにここやってないからね。じゃあラットさんまた脳天に一撃を。当たってないよ。アル君はすり抜けていくのだ。あんま強くないけど。本当にコラボキャラのパワーアップもできるようになればいいのにね。そうすると強くなりすぎるのか。それならでももっとプレチケをコラボに回す意味もあるんだけどな。お、フィギュア嬉しい。アクセサリー。おー、ギロギロボックスも来た。ナイスだ。よし、今んとこ順調だぞ。ん？なんかバグってないかこれ。な、どうなってんのこれ。なんか伸びてるよ。まあ次んとこ行こうか。どうしたんだ使用人さん。じゃあ、あ、この人軽減か。この人で。さあ、どこまでやれるかな。あと10分か。おっと、障害物が出始めましたか、ひょっとして。わあ、やだな。障害物勘弁してほしいよ。
まあ、ここはまだ邪魔、本当の邪魔な障害物じゃないからまだいいね。中途半端に残りやがって。意外と使えるアルク。正直コラボキャラで使ってんのアルクだけだ。障害物も釣り抜けて飛んでいってくれるのが楽なんですよね。やれ。おお、いいダメージ。バル君じゃ倒しきれないな。もっと攻撃力強かったら素敵なんだけどね。時間的にここは最後になりそうか。はい、じゃあ行きましょう。ラスト。ここをやってスロット回して1回分回せるはず。それで終わりですかね。今日はそれで。あ、レア、キングリ。あれ初めて見た。全然やってないんですよね、これ。キングリでしょ。なんか特別なイベントの。初めて見た。なかなかゆっくり、ケリヒムやってる時間がないんでね。
あのイベント全然手出してない状態ですよ。ゴールデンウィークのね、なんかミッション、特別ミッション、あれも全然できてなくてね、チケットもらい損ねましたよ。これもゴールデンウィークに休みを取れない仕事のせいだ。俺も休み欲しいぜ。あ、残りやがった。やっと一体。おお、ナビゲートチケットってなんだっけ。はい、まあちょっとだけしか進めません、かったですけども、まあ、イベントの合間にまたちょこちょことやっていこうと思います。はい、じゃあスロットの方一回回して終わりましょうか。せっかくなんでコラボの方ね、回していきましょうね。はい、行きまーす。せめてキャラ出てよ。誰？シンガーカイトさん。行くぞー。冷たいぞー。冷たいぞーって言ってるの？冷たいぞー。冷たいぞーって言ってる。使えるかどうかわかりませんけど、とりあえずキャラゲットです。はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。